はいどうも、獣医師のおぶきです。今日のお話は、ヒカホ駅についてのお話。で、このチャンネルよく見ていただいている方わかると思うんですけど、まあ、このね、おぶき高駅、獣医師 YouTuber チャンネル、おぶき高駅のチャンネルは、ヒカホ駅のね、動画がね、結構皆さんに見ていただいてて、うるさいな。ちょっと静かにしよう。ね。で、まあ、ヒカホ駅の、動画が結構伸びてはいるんですよ。で、ただね、もう正直その動画で話したことぐらいしか話すことはないなと思ってたんですけど、まあところがどっこいね、ヒカホ駅をした後の話、まあその前の動画ではヒカホ駅のご自宅でのやり方とかやる時の注意点のお話をしてるんですけど、まあ今回はそのヒカホ駅を病院とかで受けた後のお話をね、ちょっとしようかなと思います。これも、まあ、毎回診察の時に、やったり、言うんですけど、まあ、簡単に言えばね、その背中のとこ、皮膚の下にポコって入れた、皮下保液の液体、まあ、これそのままでほっとけばいいのってことなんですけど、そのままほっとけば OK ですよということと、であとはその背中のポッコリね、一時的にラクダのコブみたいになるんで、あれうちのワンちゃん、あるいはうちの猫さん、このまま一生ラクダなのかしらって思われる方もいらっしゃるんですけど、一生ラクダではないです。1日2日で大体もうその液体全部吸収されていきますから、一生ラクダになっちゃう心配っていうのは特にないので安心してください。であとはね、その背中のとこに、あるいは腰の方かなに液体をポンって入れること多いんですけど、皮膚の下の空間ってつながってるんでね、その後重力に従って、まあ、脇の方とか内股の方とか、まあ、お腹の方、胸の方にその入れてた皮下保液の液体がメローンってね、伸びてくことがほとんどなんですよ。移動するんですよ。あるいはその皮膚の全体下に馴染んでるね。これも普通のことなんで特に気にしなくて大丈夫です。あれさっき背中がぽよぽよしてたのに今もう違う、お腹の方行っちゃってる、なんでっていうのは、これは別に普通のことなんでね、たまに心配される飼い主さんいらっしゃるんですけど、普通のことなんで気にしないでください。うん。であとはそのポヨンポヨンってなった点滴のところ、これ触っちゃっても大丈夫なんですかとかね、なんかどっかぶっかっちゃっても痛くないのっていう風なね、質問をよく受けるんですけど、まあ大丈夫ですよと。うん、まあでも別にそんなにブニ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 ね、触る必要も特にはないので、まあ触ったって別にいいんですけど、まあほっとくというかね、そのままそっとしといてあげてというようなところですね。うん。であとはその針を刺してね、お注射の針を刺して皮下保液っていうのをするんで、まあやった直後とかね、その針刺したところから少し液体、入れた点滴の液体がしみしみ出てくるようなこともあるんですよ。でその時どうすればいいかっていうと、優しく押さえてください。ティッシュとか綺麗な清潔なタオルとかでいいんで、それでちょっとポッと押さえてあげると。まあ3、4分も押さえれば、その、まあ漏れ、もう普通に止まると思うので、まあそれもそんな気にしなくて大丈夫です。よくあるあるなんでね。で、あとはね、運が悪いと、その皮下保液する場所になってね、生き物なんで血管があるんですよ。で、針刺した時にね、血管が運悪く当たっちゃうことももちろんあります。で、その時はしょうがない。また同じようにペッと押さえておけば、もう資材、それも自然に止まりますんでね、まあ、そんな気にすることではないかなというようなところですかね。まあ、大体今言ったところが、私がよくね、夜間救急で診察で皮下保液した後に飼い主さんにお伝えすることですかね。うん。どんくらいで吸収なくなっていくの、まあ、1日2日でなくなるんじゃないのって、まあ、入れた量にもよりますけどね、まあ、ずっとそのまま膨らんでるわけじゃないから大丈夫よと、安心してねってことと、でその背中とか腰に入れたそのポヨンポヨンっていうのは重力に従って移動するよと、お腹の方とか下の方、脇の方に移動するよ、これも普通なんで気にしないでねっていうこととで、あと触っても大丈夫なのってこと、まあ、別に積極的に触る必要はないんだけど、まあ、多少触ったり、何かに当たったとしても別に大きな問題ないよっていうこと、で刺した針から液体がちょっとしみしみしたりとか、ちょっと血が出てくることもあるよと、でそれはもう綺麗なタオルとか、あとはまあティッシュとかでもいいので、数分ちょっとペッと押さえてあげる、まあ、それで大体は解決しますよっていうようなことが、皮下保液した後に、まあ気になりやすいこと、あるいはお話する内容ですね。うん。まあもう慣れっこの方はもう慣れっこでね、大体こんなもんでしょうっていうようなことでね、分かってると思うんですけど、例えば初めて皮下保液受けましたなんていう方がね、もしこのチャンネルにたどり着いてたとしたら、まあそういったこともね、情報発信できればいいなと思ったんでね、ちょっと行ってみましたというようなお話ですね。うん。はい、そんな感じ。皮下保液ね、まあ最近ちょっと身近な治療にもなってきてるのかなと思いますけどね、まあ一番は健康が一番です。はい。でこのチャンネルはですね、主にワンちゃんと猫さんの医療に関する情報を発信するチャンネルになっておりますので、もしよければですね、次回以降の動画もチェックしてもらえたらなというふうに思うわけであります。はい。
じゃあそんなこんなでまた皆さん次回の動画でお会いしましょう。それではさよなら、バイバイ。